西村厚は日本の料理人、タレント、著作家。かつて海上保安官として南極地域観測隊に参加した経験を踏まえ、南極料理人として著述や講演会、タレント活動を行っている。1952年、北海道留萌市生まれ、阿波走南丘高等学校卒業後、舞鶴海上保安学校に入学。 海上保安官として巡視船に勤務する。第30時と第38時の2回、南極地域観測隊に参加し、調理担当の一人として越冬隊に加わった。第38時隊では、南極で最も低温な地域にあるドーム、富士観測拠点で越冬した。その後、舞鶴海上保安学校で練習船、三浦の教官権主任主啓士として、更新の指導にあたる。 この頃から面白南極料理人シリーズなどの著書を発表するようになる。2009年に退職し、札幌市に西村美雪を代表者とする株式会社オーロラキッチンを設立し、講演会、料理教室、メディア出演などの窓口としている。また、北海道の食品企業の商品開発にも関わっている。2009年には著書、 面白南極料理人シリーズを原作とした映画、南極料理人が制作された。ありがとうございます。